はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。5時をちょいと回りましたですね。11月の8日火曜日でございまして、早いですね、火曜日。なんか最近ね、連載の話が増えてきましてですね、まあ昔はね、やりますって飛びついたんですけど、最近はいやりますって感じで、やってるんですけどね。まああのね、こう YouTube やり始めてからね、 YouTube で喋るのがなんか主な仕事みたいになってですね、原稿書く時間がですね、あれ今日終わりやんとかいう風になるわけですよ。でしゃあないから家帰って書いたりしてるんですけどね、ご飯の後で、家族に誰も相手されませんからね、私ね、もうね、一人寂しく酒を飲みながら原稿を書くという状態になってまして、まあそれも悪くないですけどね。さて、ですね、特にこれについてのニュースがあるわけではないんですけども、 お隣さんですね、ちょっと前にイテウォンの悲劇がございまして、それについてあれやこれやあれやこれやという毎日毎日ニュースが流れてきています。で、その他にも最近、昨日一昨日ですか、海上自衛隊の観艦式にですね、お隣さん海軍が参加してですね、旭日旗に敬礼したんがどうやこうやって、アホな話、どうでもいい話でしょ。で、向こうの国会でですね、旭日旗のパネルを持ってって、それをぶっ壊したですね、野党の議員がいたりして、まあね、日本もね、国会でしょうもない統一教会とか国葬の問題とかやってますけども、あれ国民の、なんていうか言いますかね、民生の向上といいますか、福利の向上には何の役にも立たないことですよね。統一教会の話はですね、統一教会の被害者を救済したり、それ今後の被害の発生を防ぐという意味には多いと、多少は意味はありますけど、ほんの小さな話ですよね。そんなことをやってるよりもっとちゃうことあれやろちゃうことと思うんですけど、お隣さんもですね、旭日旗のパネル壊して何の意味があるんやと思うんですけど、やってるんですよ、そういうこと。で、日本にいると分かりませんけどね、反ユン・ソンニョル政権のろうそくデモみたいなのが開かれてるんですよ。それも毎週何万人とかいうレベルでですね、まあ、お隣さんってね、街に繰り出してやや言うの大好きですから、で特に今、野党に落ちたですね、共に民主党がですね、なんとかユン・ソンニョル政権を弾劾でして、不況を引きずり下ろそうとしてるわけですね。でユン・ソンニョルさんもですね、もうそっちへの対応に追われてるという感じですね。追われていたところが、イテウォンの事件が発生して、あちゃあちゃあちゃってなってるわけですね。で、私も毎日毎日ですね、お隣さんのメディアをですね、まあ最低3つ、多い時には4つ、5つ、6つぐらい見るんですけど、まあ日本語は見ますしですね、向こう語も今はもうすぐに翻訳できますからね。で、見たりしますけども、ユン・ソンニョル政権はどうもですね、あんまり国内の経済に対してですね、気を使ってるというか、心を砕いてるというか、まあ何か対策を講じているというか、そういうふうな風には全然見えませんね。就任当初ですね、庭の木が揺れてるのを君らは気づかないかみたいな、割とかっこいいことを言ってありましたけども、実際その時よりも状況は悪くなっています。彼が就任したのは5月ですね。もう半年経ちましたけども、私から見るとですね、お隣さんの経済は日に日にですね、追い込まれていってるという感じがいたします。であんまりいい話は出てこなくてですね、サムソンが儲かってないとかですね、外貨準備高が減ってるとかですね、あるいは保険会社のドル建て債が償還できずに、あれしたスキップしたとか、そういう話、あれレゴランドのが倒産したとかですね、あんまりいい話ってないんですよ。まあ造船の受注量が増えたかなとか、まあその点の話はあるんですけど、でアメリカがですね、政策金利を上げますから、それに追われてですね、韓国銀行もですね、じゃんじゃか利上げをしていると。で利上げをするとですね、住宅ローンを組んでる人はですね、返済額がですね、思わず増えてしまってですね、そうすると生活費がなくなってですね、毎日毎日インスタントラーメン食うてるとかっていう、そういう話も出てきてですね、つまりね、
いいことは何もなくて、かなり危機が迫ってるんですよ。危機が迫っていて、いろいろ対処しなければならないんですけども、有効な対応をしていないというか、まあ、有効な対応ってあるかないかっていうのは多分ないんですけどね、何をしたらいいかって特にないですけども、まあ、とりあえずですね、基金なんかを作ってね、韓国銀行は資金作ってこれで企業に融資すんでとかってやってるんですよ。6兆ウォンか用意したとかでやってるんですけども、やっぱりね、こう見えっぱりなところありますんで、向こうの人というのは。そういうの借りると自分の会社が危ういんちゃうかとかと思って、あんまり利用がないとかね、なんと言いますかね、ギリギリまでね隠すんちゃうかなと思うんですよね、その危ない企業も。でもまあ伝えられるところによると、かなりやばい企業がいっぱい出てきてるという感じでして、でしかもですね、そのまあ今週入ってからドルウォンは調子よくってですね、1400から上がりまして、1300台で今うやうやしてますけども、まああれもね、その今後続くかどうかって分かりませんからね。でお隣さん、これ以上利上げできるかなと。今でもね、住宅ローン返せずに困ってる人がいっぱいいてですね、個人の負債額っていうのは OECD20 カ国中1番と言われてます。つまり、一般人がそんだけ業産借金を背負っているということなんですね。でそこでガンガン利上げもしてるわけでして、どうすんやろという感じですけども、かなりやばいレベルに今来てると思います。で何をしたらいいかというとですね、まあ、とりあえずね、手っ取り早いのはアメリカに頼んでですね、通貨スワップをやってもらうことでしょうね。1000億ドルぐらいの通貨スワップをやればですね、ドルウォン相場はとりあえず落ち着くと思います。あとはですね、経済の構造を変えるしかないんですけど、それはね、早々に一朝一夕にはできないですね。まあでもですね、会社の倒産に備えるとかですね、いろんなことはできると思うんですけど、どうもユン・ソンニョルさん自体がですね、検察官のご出身で、経済がもしや分かって、あんまり分かっていないかなという感じがします。まあまあ、岸田もそうですけどね、うちのというの日本の分かっていないような感じがしますけども、これ来るときには来ますからね。お隣さんの場合ですね、さまざまな指標があるんですけども、どうも信用できない指標が、数字が多くてですね、指標通りであれば全然心配ないですよ、全然心配ないですけど、過去2回ともですね、2008年と1997年の2回ともその指標がですね、でたらめであったという、まあ前がありますから、来るときには来ると思いますけどね、まあ半年ぐらいは大丈夫と思いますけど、その後は知らんでということですね。で今またですね、この1997年の時もそうですし、2008年の時もそうですけど、お隣さんの国内経済もよろしくないんですけども、世界の金融動向の影響を多大に受けてるわけなんですね。なんで、国内だけでどうにかできるかっていうと、それもまあ限界はあるんですけども、なんか嵐に備えることはできると思うんですよ。何ができるとは言いませんけどね、でもそういうところに全く気が回っていないなという気がします。まあ日本かってあんま一言ではなくってですね、まあそれなりの痛みを伴うんちゃうんかなという気はしますけどね。お隣さんはとりわけその金融が脆弱なんですね、日本に比べて。日本でいうところのメガバンクみたいなですね、有力な、これは絶対大丈夫みたいな銀行ないんですよ。かなり信用力の低い銀行しかなくってですね、国際間でもそうなんですね。だからあんまりその日本の銀行がそういうそれを変わってるみたいなところもあるんですけど、まあそこへ持ってきて日本との関係もですね、例の対戦中労働者問題も解決のあれが見えませんしね。でもやばそうな気配が来てます。何を見るかと言いますとですね、ドルウォン相場とですね、向こうのコスダック、コスピーとですね、あとはですね、サムソンの業績をですね、向こうはね、三月に1回は絶対発表しますし、一月ごとにどうやこうやというのも出てきますんで、そういうのを見ていると何となく見えてくるんちゃうんかなという感じですね。まあその今すぐということはないと思いますけども、
何かをきっかけにこうやばいことになるんちゃうかなと。でそれに対してですね、ユン・ソンニョル政権どうもですね鈍いなという気がしていますという観測のお話でございました。観察のお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。